アレン・パーフィット・ヒューズは、アメリカ合衆国の政治家、外交官。ジョージ・ w ブッシュ政権で、アメリカ合衆国国務次官を務めた。フランスのパリに生まれてる。父親は、パナマウンガ地帯総督、ハロルド・パーフィット。母親は、パトリシア・ローズ・スカリー。ウォレント・ラビス・ホワイト高校を卒業。 南メソジスト大学で学士号を取得し、アルファデルタパイに所属する。1977年から1984年まで、テレビ局の取材記者として勤務。1980年の大統領選挙の報道に、携わった。1984年の大統領選挙では、共和党のレーガンブッシュを支持し、テキサス州の報道調整を担当。後に、 テキサス州共和党事務局長に就任する。カレン・ヒューズと大統領夫人ローラ・ブッシュ1994年テキサス州知事選挙に立候補したジョージ・ W ・ブッシュの選挙対策本部長に就任。選挙勝利後、ブッシュ知事の事務スタッフとして勤務する。2001年、ブッシュが大統領に就任するとブッシュの施設顧問に就任した。2002年7月に ブッシュ政権を離れて、テキサス州に戻るも、ブッシュとは毎日連絡を取っていた。次の選挙に向けての相談を、電話や電子メールで行い、週に一度は個人的な会合を設けた。2004年8月、ブッシュ大統領の選挙対策本部に常勤で復帰。エアフォース案内に事務所を設置し、2004年共和党全国大会から、 本選挙終盤まで選挙活動の計画調整を行った。ダラスモーニングニュース氏からは今までのホワイトハウスの人物の中で最もパワフルな女性と評され ABC ニュースは最も重要なアドバイザーと言及された。2004年3月ホワイトハウスを離れる決断をした理由について述べた本 10minutesfromNormal を出版した。この本の宣伝として 2004年4月25日に CNN の番組に出演した際、次の発言を行った。ホワイトハウスで昼食を取るカレン・ヒューズ国務次官、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領、コンドリー・ザ・ライス国務長官2005年3月14日、ブッシュ大統領はヒューズを国務次官に任命し、大使級の地位を与える意向を表明した。上院は2005年7月に指名を承認した。 ヒューズは、就任に際して、迅速な対応ユニットの創設と、前方を展開する、地域別、スワットチームの計画を通じて、アメリカに対する世界の認識を向上させると、言明した。2005年9月8日のタウンホールミーティングにおいて、国務省職員は、最近、大使に意見を述べる許可を得ることが、途方もなく困難である場合があると不満を述べた。 ヒューズはそれに返答し、私の考えに基づいて、彼らが命令を出しているのであれば、叱責を受ける理由はないと述べた。国務省での任期末、ヒューズは、自身の業績として、公共外交を変革し、国家安全保障上の優先順位を、政府のすべてのタスクの中心にしたと述べた。ヒューズは2007年10月22日に、アメリカパブリック・リレーションズ協会で、 基調講演、平和の遂行、公共外交の新しいパラダイムを行った。2007年10月末、ヒューズは国務次官を辞任する旨をブッシュ大統領に伝達した。国務長官ポンドリーザ・ライスはヒューズの辞意を受理した上で、彼女が目標を達成できたことについて大きな喜びであるが、同時に大きな悲しみでもあると言及した。ありがとうございます。